サンヒャンドダリサンヒャンドダリとは、バリ島で見られる、表追舞踊であり、元来は、流行病や強作を追い払うための儀礼舞踊であり、所長前の少女が踊り子になる。今日のケチャの原型でもある。バリーヒンドゥーに根ざした、バリ島では、土着の信仰として、流行病や強作といった天才が起こると、自然のバランスが乱れたことの表れとして受け取られ、見えざる悪を土地から追い払うべく、 数々の儀礼、儀式が行われていた。サムヒャンデガリは、その中の一つであり、男性と女性の合唱に乗って、所長前のトランス状態の少女がレゴンの踊り子になり、村の土地の浄化を行うものである。本来は、極めて非偽性の高い舞踊であった。1917年1月21日に、バリ島南部を大地震が襲い、南部では、死者。 負傷者共に鮮命を上回る大惨事となった。さらにインフルエンザの流行や強作が続き、バリの人々はこれらの出来事を神の怒りとして捉えた。すなわち19世紀末以来の社会的な混乱の中で神々に対する儀礼的な義務をなおざりにしていたために、バリ島南部は不浄化してしまったと考えたのである。 そこで当時のバリ島ではバロンが村を練り歩いたりサンヒャンデダリが広く行われるようになった。1920年代以降にバリ島にやってきた欧米の人類学者や観光客はこうした一時的に活性化した呪術的な儀礼活動をバリ島の普遍的、日常的な伝統として捉え価値づけすることとなった。1920年代末にある著名な バリジン舞踏家がサンヒャンデダリの男性合唱にバリス舞踊の動きを組み込ませ、それを見たドイツの画家バルターシュピースがガムランの代わりにこの男性合唱のみを使ってラーマーヤナのストーリーを組み込んだ鑑賞用の舞踊を考案するよう提案した。これが今日のケチャの始まりである。現在では一般に観光客用の鑑賞舞踊の演目の一つに組み込まれるようになっており、 ケチャの上演の後にサンヒャンジャランと共に踊られている。なお、この組み合わせの形式は、シュピースが当初、考案したショーを模倣したものであるという。ありがとうございます。